はい、どうもふめいろです。今回ですけど、現在ねセレクトボックスが来てるんですけど、ちょっとねおかしい。運営がね絶対なんかやってる。これ表記をね騙してるとしか思えないので、ね、もう一回ね100万ね突っ込んでガチャ回していきたいと思うんですけど、まあ、何が言いたいかっていうと、まあ、アクアが一番強いんですよ、セレクトボックスの中で。でまあやっぱみんなアクアが欲しいと思ってるはずなんですけど、でまあ自分もねそれ目当てでまあ引いてるんですけど、200万回して、200万じゃない205万かな、200何万とか回して出たの 4体だけで、4体だけ、ありえなくない？で確率的には全10積むいるんですけど、確率が 10% なんですよ。全て均等になっていて、で200万回して4体っていうのはまずありえない。で自分はですね、多分運営が表記をいかさまして、でアクアが欲しいけど全然出なかったから課金を促してるかのような、ねことをしてるんじゃないかなと、勝手に思っています。でもう一回ね100万はい突っ込むんで、まあ、それでちょっと検証してね、で もしね本当にまた100万使って1体とか2体とかだったらもうマジでクレームを入れてやろうかなと思っております。じゃあね、まあ、早速やっていきたいと思います。まあね全そう200万使って4体なんで、まあ、100万使って2体出ればいいとこなんですけどね、ほんとかよっていう話だよマジで。さあ引いていきますか。200万使っ俺はさ最初100万使ってスキレベ4までいけばいいなと思ったんですけどね、ほんと出る気がしない、出る気がしないマジで、マジで出る気しない、なんやねんと思う。もうさ早く出てくれよマジでありえんて。そうちなみにもう一回リスト見せるんですけど、ちゃんとね、まあ、この10体がいて確率もね 10% ってなっているんですけれども、本当にありえない、これはありえん、出る気がしないもんマジで、出る気がせえへん。はい、安定の なんとなくさ上積むがやっぱ多い気がするんだよね。お、アクア出た、ついに出ましたね。で、あ、やべえ、ちょっと何万から始めたか分かんないですけど、確か170何万とか4万とかそのぐらいだったかな、まあ、そのぐらいだったと思うんですけど、まあ、そこら辺までね回していきたいと思うんですけどね、やっと1体でこれで300万のうち5体っすね。でね、100万ん60 200万使うと66連ぐらいなのかな。で多分ね1回目と2回目の、ガチャの動画回してるんですけど、まあ、その時にね多分合計で70連ぐらいしてて、まあ、それ考えると平均で7体ずつ手に入るんですね。それでも4体しか手に入ってないっていうところがね。お、アスカの2体目出た。え、マジで、ちょっとどうした、逆にどうした。さあどうだ。まあこっからもう出ないよ、まあ、そういう仕組みになってるから、まあ、100万やってまあ2体ぐらい本当に。これでさ検証し始めたらさ、なんか急にこのなんかさ運営がなんかいじって出たんじゃないかなみたいな、そんなことはね言いたくはないんですけどね。いやこれはやってるよ、明らかに少ないもん、アクアだけマジで。
前回の2回の動画で、6体以上もうみんな出てるんですよ、軽く。なのにアクアだけ全く出ていないと。お、ブライドラプンツェルスキレベル5になった。さあ、あと50万もないよ。もう大丈夫ですか、運営さん大丈夫ですか。クレーム入れちゃいますよ私。はい、全然出ないですね。もう出る気しないもん、マジで出る気しない。さあ、もう今に至ってはさ、スティッチとジーニーばっかやんな、今に至ってはな。こいつスキレベ5やん。今のやつってさ、俺この今回のセレクトガチャで初めて引いたんですけど、それがもうすでにスキルレベル5なんですけど、アクアに関してはまだスキレベ3ですからね。お、やっと3体目出た。お、運営なんかやらしたんか、やらかしたんか。3体言うてもあれやからな。はい、スキレベ4までさ、できれば持ってきたいけどさ、いやもう出ないでしょ。明らかに偏ってないこれ。お、まさかの4体出たんですけど。さあどうだ、あと2回かな。さ、スティッチとさ、ジーニーばっかやん、マジで。じゃあこれラストですね。はい、ということで、100万コインね使ったんですけれども、前回と前々回に比べたらね、もう全然 OK。4回出てしまった。4回出てしまったじゃないか。おかしいってこれ。それでもおかしい。この偏りおかしくない?今引いてたけどさ、本当に 10% だったらさ、もっとばらけるはずなのにさ、スティッチとさ、ジーニーばっか出るしさ、本当におかしいと思う、これ。他の YouTuber の方の動画見ても、なんかアクアだけ全然出ないってやっぱみんな言っていて、なんでこれはやっぱ自分があのアクションを起こすしかないと言ったところで、僕はクレームを入れたいと思います。こっからね、購入情報じゃない、あ、ちなみに購入情報でさ、課金してるか課金してないかが分かるんですけど、ほら自分全く気にしないんでね。ヘルプでお問い合わせで、お問い合わせを、クリックして、はい、お問い合わせ、同意してお問い合わせ、多分ね、ここら辺名前聞かれないと思うんで、自分のアドレスぐらいだったら別に全然。異常なゲーム内の動作を、異常なゲーム、どうだろう、なん、ご意見ご要望にしとくか一応で、自分のアドレスが、まあ、ちょっと待って、不明だよ、@gmail.com と、セレクトボックスで、アクア狙いで、300万コイン、1234567、8体しか出てないかな。
出ておりません。確率表記の 10%、 10%